さあそしてこの辺の中段の争いもまだまだ最終ラップ分かりません。トップはカーナンバー15黒澤拓也が淡々と走っています。さあ中子とのバトルに打ち勝ち、トップを走る黒澤、そして2番手に中子、3番手に道上、トップ3アコードの牙城を崩せるか。さあ当たってますね、当たってますね。3番手をもぎ取りたいプリメーラの本山。さあ最終コーナーを立ち上がって今チェッカー、黒沢1位でチェッカーです。そして2番手に中子、3番手は道上がキープしました。そして4番手にわずかの差で本山。素晴らしい戦いでした。そして5番手に影山ですね、星野がぐーっと遅れました。そして6番手に星野、後半に来て星野選手ずっとペースが落ちたようです。中谷さん、はい、トップ争い黒沢選手と中子選手だったんですが、黒沢選手逃げ切りましたね。そうですね、落ち着いてタイヤをやはり上手に使ってたと思いますね。あと、まあ、暑くて辛かったと思うんですけど、窓をかなり閉めて、なるほど、クーリング的なことのところまで攻めていたというところが良かったんじゃないかと思います。これは金石選手がスピンして止まっていたところに影山選手が迎えに行きました。星野選手をパスして5番手でゴールしたカーナンバー25エクシブの影山選手。この第3戦トップはカーナンバー15黒澤拓也、そして2番手にカーナンバー16中子治、そして3番手にカーナンバー14道上亮、そして4番手にはカーナンバー23プリメーラの本山聡、そして5番手にはカーナンバー25エクシブの影山、そして6番手にカーナンバー12プリメーラの星野和義というオーダーになっています。いや、まずスタートがうまくいきましたね。そうですね、スタート僕だけスタートギア入ってたんで、まあ、よっぽど失敗しない限り前に出れるかなっていうのあったんですけ ど、 なるほど。じゃあ狙っていた、スタートは、まず。そしてその後ですね、まあ、自分のペース主導権を握った形でレース展開してきましたけど、あの辺は序盤戦はどうでした。そうですね、道上くんも中子さんも多分、抜かれてしまったら、まあ、前回のフォーミュラ日本みたいに前行かれちゃうかもしれなかったんですよね。っていうのが僕の車はタイヤが持つ方向にセットしてたんで一発のタイムが出にくいんですよ。だとにかく、まあ、仲間内なんで許される限りのブロックをして、ただもう最後までずっとね、まあ、残り5周ぐらい楽でしたけど、はい、道上君と中子さんのプッシュにあって、そうですね、でもいいレースしました。中谷さん、はい、黒沢選手のインタビュー、スタートギアを入れてたと。そうですね3台とも同じギアだと思って聞いてたんですけども、やはりそこでかなりスタートダッシュ良かったということですね。そうですね、中子選手を抑えまして、全日本ツーリングカー選手権第3戦、優勝に輝きましたカーナンバー15黒澤拓也選手、素晴らしい勝利でした。